はい、皆さんこんにちは。ワーママフリーランス相談室の福井恵美です。今日は、みんなが気になるお金の話、そして金運の話について、話していきたいと思いますので、最後までぜひ、ご覧になってください。で、今日なんでねこの話をしようかなって思ったのが、実は明日がね、あの2020年の中で一番金運がいいとされている、一粒万倍日、そして転写日がダブルで重なった、最高の、まあ、一日なんですね。明日の2020年6月20日です。で、これに際して、実際に私が、うわ、これは本当に金運が上がったなっていうようなこと、日本三大金運神社に関してちょっとお話ししていきたいなと思います。で、明日まあ一粒万倍日と転写日、これまあいろいろね調べてもらえばわかるかなって思うんですが、一粒の、種をね植え付けると、それが万倍にもなって豊かに実るっていう、まあそういう日ですね。で、今年はまあ2回しかチャンスがないんですね。まあ一粒万倍日、転写日、それぞれ単体っていう日はあるんですけれども、これがダブルで重なっている日っていうのが、もう残り明日のみになってます。で、まあそういう縁起のいい日にですね、ぜひやってほしいこととして、まあ、神社参拝っていうのがあるんですけれども、これ実際に私がやってみて、で結構ね、あんま大きい声で言えないんですけれども、もう何百万単位で、本当に何もせずともこう金運がガッと上がったような、まあそういうものになります。で、おすすめの、まあ、神社があります。で、これが山梨県の、荒谷山神社っていうところなんですけれども、日本三大金運神社のうちの一つです。で、あと残り二つっていうのが、まあ、石川県の、金剣宮っていう、まあ、神社と、あともう一個が、千葉の房総の館山市にある阿波神社っていう、まあ、この三つなんですね。で、これが、なんで金運神社として、まあ、有名かというと、船井幸雄さんですね。船井総研の、船井幸雄さんが、日本の中で、金運を上げたいんだったら、荒谷山神社がおすすめっていうことで、まあ言ったことが、まあ初めなんですね。で、それで、まあコンサルタントだったりとか、経営者だったりとかが、まあもうその荒谷山神社にどんどん行くようになったっていうことですね。で、私も、わ、行ってみたいなと思って、まあ、行ってみたことがあります。で、それで実際に、まあ、ちょっとびっくりしたのか、まあ、その荒谷山神社、実は今コロナでね、こう富士の2合目にある奥宮って呼ぶんですかね、こうもう一個のちょっとひっそりとした神社と、あと本宮っていう、まあ、2つがあって、でコロナの影響でちょっと今年度はその2合目の方は閉めてるそうなんですね。で、今本宮しかやってないんですけれども、まあ、それだけでもね、まあ、1回行っておくだけでもかなり価値があるかなというふうに思います。で、実際に私が行ったところ、そんなに大きい神社ではないんですよ。ただもう県外ナンバーの車っていうのも結構いっぱいいて、まあそれだけ結構ね、わざわざ来る人が多いっていうところなんですが、場所としては、まあ富士の、富士急ハイランドの結構近くにあって、でそこでまあ行ったわけですね。まあ私家族と行ったんですけれども、で、まあ、行ったら、まあここね、ちょっと後で載せときますけど、びっくりしたのが、まあお賽銭箱で、まあ お祈りするじゃないですか。で、その時に、あ、蛇やみたいな感じで、こう本当に野生の蛇がニョロニョロニョロとこう出てきて、で賽銭箱のところさーってこう行ったんですよね。で、これってまあ蛇っていうのは、まあ金運のその象徴みたいな形で、巳年ってすごく金運がいいっていうふうにも言われてるんですけれども、びっくりしましたね。で、まあいろいろあります。で、本宮の中にもお賽銭箱とかもあるし、あとは稲荷神社も中にあるし、あとはこう夫婦のね、円満みたいので、こう天然の木がこうクロスしてって、幹と幹がね、こう交差するような、まあそういう夫婦円満の、まあお祈りするような場所もあって、まあ全部参った方がいいかなって思います。で、まあ、あとはね、こう、有名な、まあそのお守りっていうのが、まあ、日本三大金運神社って、なんでこの、まあ、山梨県と、あと石川県と、そして、千葉県のこの三つが、三大っていうふうに言われてるかっていうと、これ、レイラインっていうふうな、言い方をして、で、まあ、皇居と、あと、その石川県の白山の、こう、白山連峰っていう、まあ、山脈ですよね。で、そこと、
山梨県のその富士山っていうのが、まあこう日本地図で一直線にこうズバッとこう突き抜けてると。で、それを皇居をたどっていって、またさらにその直線っていうのをタタタタタタとこう下の方まで持っていくと、千葉の房総半島の方にぶち当たると。で、それっていうのが、まあ、阿波神社っていうことなんですけれども、まあ、結構特徴としては、まあ、その金剣宮にしても、その阿波神社にしても、勾玉とか、そういう日本古来のね、お祈りのものっていうものが、まあ、置いてあったりとか、まあ、お守りとして、まあ、あったりとかですね。で、荒山神社に関しては、小判型のこうお守りとですね、あと、まあ、もう一個が、こう、牛の上に神様が乗っていて、剣の剣をこう持っているような、そういう金色のですね、まあ、お守りっていうのがありますと。で、まあ、私は結構、すごく、まあ、せっかく行ったならっていうことで、まあ、二つも、どれがおすすめですかっていうふうに、神社の方に聞いて、まあ、どちらもね、結構重みがあって、すごく、まあ、人気がありますと。なので、まあ、二つ、ちょっとありがたくですね、購入して、まあ、帰ったんですけれども、その、まあ、そこに行って、あと、まあ、船井幸雄さんが、本当は、その、奥の方のね、方の富士の2合目の方が、地球の磁場みたいなのが、すごくこう、密集していて、で、その磁場のポイントっていうのがそこにあるから、っていうことで、多分そっちの方がメインなんですけれども、まあ今ちょっとコロナでね、行けないので、まあとにかくその本宮とかでも、どちらでもいいので、何かこう行ってみるとすごくいいんじゃないかと。で、チャンスとしては、まあ明日ですよね。明日が一粒万倍日と天赦日っていうことで、どちらもこうダブルで重なっている、まあそういう日付なので、まあこれは何をスタートするにもすごくいいっていうふうにされているってことですね。で、例えば、まあ銀行口座を開くだったりとか、もちろんその神社に参拝するもそうですし、新しいお財布を買うだったりとか、新しい事業を始めると。で、本当にこう、私自身も、まあ明日ですね、やりたいなって思っていることっていうのが、まあいくつかありたいな。ありますし、まあもちろん投資する案件もあるんですけれども、まあそれっていうのも何かね、こう普段だったらまあいつやろうかなみたいな感じなんですけれども、まあその一粒万倍日、天赦日っていうところをこう意識して、まあ実はその私自身の会社を立ち上げた時も、その一粒万倍日と天赦日っていうのがダブルにクロスしている日に、なんとかそれを開業の手続きをしようということで、もう司法書士さんとか絶対この日にお願いしますみたいな形で、もう本当に超特急でやった記憶が、まああるんですけれども、それくらい私は結構、すごくそういうのが好きです。で、かつこれで、荒山神社に行った後にですね、もうびっくりしたのが、まあその次の日からですね、自分のクライアントさんの成果がすっごく出るようになったんですよね。なんかまあ今年、エミさん今年、今日も30万円のお仕事受注できましたとか、で、また同じ方がまた次の日も今日も30万円いけましたみたいな、まあそんな連続的にこう行くようなことだったりとか、あとはまたその次の日も結構日本全国からいろんな方っていうのが、今日も行けました、今日も行けました。で、1年経って卒業した方も、月に100万円いけました、みたいな形で、いろんな、こう、本当に成果報告みたいなことだったりとか、まあ自分自身も、本当になんかびっくりするぐらい結構いろんなことがあったりとかするので、まあぜひね、気になる方っていうのは、行ってみてください。で、運のいい日に運のいいことをやって、必ず、何か新しいことにチャレンジする。まあ、こういうきっかけっていうのは、絶対作った方がいいかなと思うので、ぜひチャンスを、掴んでみてください。ということで、少しでもね、この、情報っていうのが、まあ、役に立ったよっていう方は、ぜひ、いいねのボタン。あとは、まあ、コメントとかもね、ぜひ、お待ちしております。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ということで、福江美でした。またお会いしましょう。